にちは。こんにちは。どうも。美学からね、はい、こうスタートしましたけど、うん、なんかね、いろいろ質問が来てるらしいんですよ。僕じゃないんで。そうなんです。ツイッターで、はい、掛布さんがゲストに、うん、来ます、質問されたい方いますかと、はい、呼びかけたら、はい、来まして。いや、それは来るでしょ。話しててなんかびっくりされるってね。たくさん。じゃあこれ脱いでいいかな。あ、どうぞ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 。まずはトラテッチャンさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。座席に入ってから構えるまでのルーティンはどのようにして生まれたのか教えてください。これ高校の時にね、はい、あのユニフォームが自分の体に合うようなユニフォームは作ってくれないですよね。ちょっとだいたい大きめのユニフォームを支給されるわけです。フリーサイズね。フリーサイズ。で、今のようにドビジにするようなユニフォームじゃありませんから。あ、そうなんですね。あ、そうですよ、はい。だからちょっと大きめのユニフォームを与えられるわけですよ。はい、その時に膝側にすごいシワが寄るわけ。はい、大きいから、はい。で、膝に当たるユニフォームはなんか気になるので、はい、それでこう、託し上げてた。ああ。それが癖。それから、もうプロではちゃんとしたあったユニフォームを着てるんだけど、はい、もうそれはちょっと僕のルーティンというか癖だよね。だから、まあ、ルーティンじゃなくて、はい、あとペロペロこう舐めてファーストに送球するのはね、はい、高校生っていうのはそんな綺麗なボールを使わせてくれないんですよ、はい、もうバックスキーンっていうかな。もう真っ黒の、いやだからもう、もうザラザラなの、毛羽立ってるみたいな。だから引っかかるんだけど、はい、試合になるとツルツルのボール使うでしょ、はい、滑ってしまうんで、はい、それが怖くて指をこう濡らす癖ですよね。で、土をつけた方がちょっとねちょっとして滑らないから、はい、美味しいんでしょ。甲子園は美味しいんで。それともやっぱりね、砂を触るとちょっと子供の砂遊びじゃないんだけどちょっと落ち着くのかもしれない。こう砂を触って。ほんと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 。あ、お母さんのおっぱい触ると落ち着いて眠れるみたいな。まあまあそれは男のいつもそれあるわ。それは今でもです、ね、今でも。あ、今でもですか。いや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 、これセクハラになっちゃうの。いや大丈夫、大丈夫、こっちから振ってるから、振ってるからね。そうです、大丈夫です、はい、だから高校の時のこうやって、こうやって、これもでかかったから。あ、これもでかい、でかかったから。それとこうやるのは、はい、まあ癖の一つなんだけど、プロに入ってからはなぜやったかっていうと、右の肩をピッチャーにまっすぐ向けたかったの。なるほど。物差しみたくしてたわけ、うん、右手を、はい、こうやって構えるとちょっと入り気味になるでしょ、はい、だからそれを嫌だから、はい、こう伸ばした方がピッチャーに対してまっすぐ肩を向けられるなという、ちょっと物差し代わりですね、うん、はい。あ、これは意識してました。そうやって生まれました。で、打ってヘルメットを、ヘルメットこう、そう、これな、あれ王さんもちょっとそんな雰囲気だったんでね、打ったと。それは、真似てますか。真似真似てますか。真似てるとか、やっぱり見上げたくなかったんだろうな。顎を上げるのは嫌いだったんじゃない。あ、やっぱ打って、フィニッシュもそんな高くないでしょ。だこれ、いや、ここ低いじゃん。低いよね。だから収めた時にこうなるか、自然にこうなっていくんだよな。ごめんなさいみたいな。打っちゃって、打っちゃって、打っちゃって、ごめん。ちょっと謙虚なとこ見せようかなみたいな。それがかっこよかったんですね、だからそっからものだから、もうニコリともせずに喜んじゃダメだぞということで、淡々とそのダイヤモンドを一周しようと。なるほどね。そうやってじゃあルーティンは生まれていく。まあ癖からですね。ですから、はい、ね、続いて、スベリンのヤスさん、ありがとうございます。はい、お二人の絡みのあのシーンです、オールスター。あ、豊がアウトになった時。そうなんです、東尾投手冗談じゃないよ。そう、あ、甲子園だったよね。甲子園ですよ、甲子園で大ブーイング。銀さんにさ、かけるかけるだろ。一打逆転さよならだろ。うわ、もう持ってこいじゃん。あの時3番に入っちゃった。3番だったかな、甲子園さんが4番じゃない。そうそう、はい、で、俺が2番かな。そうだよな。で、フォアボール取った。そうで、東尾さん。だからね、あれね、豊かをね、歩かせたってのはおかしいんだけど、うん、やったと思うね、東尾さん。あ、勝った東尾さんじゃない、東尾さんにフォアボールだろ。そうです。うん。だから、かけ込んで回そうと思ったと思う。いや、でも、それだったら、あんなに牽制してこないですよ。来ないよな。また、えらい四国、東尾さん。オールスターですよ、ね。俺もなんか走ったら一打同点。そう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 。見せたかったんだね、足を。足を。おじゃアウト、アウト。
しらけちゃって。で関根さんがお前何やってんだって。みたいな、連れて帰れよみたいな思ったんだよ。あったかけるさん。そう。もうスッとこう背中を向けて。何もなかったかのようにね。31番がスーッとベンチに消えていったの。31番見て。いやもう六角やったかけるさん背中にした。全然いいよって。大丈夫だよ。全然大丈夫。聞いてないで。本当はどうもさ。いや全然。ラッキーみたいな。いやそりゃさ最後の勝負はしたいよね。ボンダしてもやっぱこれだけ甲子園が盛り上がってたんで。アウトになろうが何しようが、あの東尾さんだったしね、そんな逃げて当然来ないでしょうから、はい、それなりの勝負はしたかったという気持ちはあったけど、はい、まあこれも今野球ですから、全然全然っていう。それはそうですよね。うん、僕は未だに傷を負ってます。これはシーズン中もあったの一回、ヤクルト戦で1点差で負けてて9回の表、うん、ツーアウトランナー一塁北村、うん、スティールしたの、でアウト。で、八重樫さんがラッキーって言って、いや、そりゃそうですよ、うん、そうですよね。で、監督安藤さん、その時に走るなっていうサインを出してなかったんや。でも普通走らない、走らないんだけど、それも野球のセオリーとしてここはホームランしかないと、その試合その前の時ホームラン打ってんだよね。だから安藤さんもそれちょっとやっぱり忘れてたんだろうな、もう選手分かってるだろうと。これは後日だけど安藤さんが本当に申し訳なかったと、はい、監督としてまさかあの場面で走るとは思ってないし、そんな野球感を持った選手はいないと思っていたと、はい、ただこれは俺のミスだったわけ、うん、で北村に安藤さんがなんで走ったのって言った時に、いやツーアウトランナーセカンドに行けば柿生さんのヒット1本で同点にまずなるじゃないですかって言ったらしいんだけど、その時安藤さんはセカンドに行ってしまったら柿生は歩かされるよって。そうですよ。だったら柿生のホームランにあの場面はかけるべきじゃないのかっていうことを話して、絶対そうですよね、うん、まあ、野球でだからそういうあのドラマは多々ありますよ。あります、ね、それに対して僕は北村に対しても全然謝りきました。やっぱり豊かと同じように、うん、本当すいませんでした。いや原子力舞台が違うじゃない。まあ舞台とこっちもいや、まあ、みんなの夢がまあまあそうだね、夢のオールスターだよと。ネカかけるさん、そうそう、もう絶好、まあ本当に失礼なことしたな俺僕ね、甲子園あれゲームセットから2時間後ですから、ね、出たえ怖くて殺されると思ってましたあ、ファンに、ファンに、いやそれぐらいね、昔の甲子園さっきだった。オールスターでさえ、でさえだった。しかもまあ甲子園球場ですからなおさらですよね。え、2時間何されてたんですか。だから大石大二郎が付き合ってくれた2時間。あ、そう、うん、悩みを聞いてくれた。いや悩みどころじゃないですよ、恐怖ですよそうか、いや恐怖だよ、どっから出るみたいな。そう考えるとね、だからね、今年のさオールスターの、うん、あの近本のサイクルヒットってどう思う。ちょっと演出があったよな、うん、ねえ、あれもオールスターではありか。まあ勝負という意味ではね、ないですけど、ね、ないよな。だから僕らの時代と違って今、うん、交流戦っていうものがあるから、オールスターに対してセパのね勝負のその真剣とはいえちょっと違うよね、うん、いや昔はやっぱパ・リーグに負けんなって。そうすごかったよな。パ・リーグはもう目の色を変えてきてたんだ。そう、で監督がミーティングで絶対負けるなよって言われるんだから、もう真剣勝負だったんですね、うん、実力のパルって言わせたらダメだぞって言われるので、緊張感がピンとするよね。今なんかちょっとお祭り、お祭りでしょ、わきあいあい、お祭りだからちょっと怖かったよな、オールスター出るのな。そうなんですね、オールスターでミスったら嫌だなって。そう、大変大ミスだよで一塁コーチは関根さんお前何やってんだってその言葉一生忘れないと思いますよ僕は。いや僕もあの牽制アウト一生忘れない思い出です。ですよね絶対そう思う、見ながら思ってたんですね。続いていきましょう、はい、瀬川さんありがとうございます竹谷さん、はい、もし高校生に戻って、はい、ジャイアンツにドラフトで指名されていたら、はい、どんな活躍をジャイアンツでされていたと思いますか。いやこれは自分でも考えたくありませんね、うん、やっぱ僕はもうやっぱ縦島のユニフォームしか着たことありませんし、はい、阪神に育ててすごくあの光栄に思ってますし。なんで全然言葉遣いが変わりましたそうか、当たり前でした一応ほら阪神に契約してるから、カゴつけてる、阪神の4番としてだから他のチームのどうのこうのっていうのはそう言われても考えたくないし、はい、考えられない。それぐらいね
阪神で15年やった、また4番で10年ぐらい野球やらせてもらったんですけど、やっぱ阪神の4番をあれだけ意識して毎日野球やってましたし、それ以外のことは考えられないですよ。だからもしもなんてこと言われても分かんない。もう一回って僕阪神に行くと思う。ああそうですか、うん、でもあれでしょ、阪神入ったのはお父さんが阪神ファンだったんですか。そうか、阪神ファンだったと思うと、それと親父の知り合いが阪神のトレーニングコーチしてたの、はい、そういうつながりがあって、その阪神のちょっと練習に参加してみないかって言われて取ってもらったの。そういうつながりがあったんですか。あ、そうなの。だから今でよく言う忖度ですよね親父とその阪神のトレーニングコーチの間での中での忖度があったという。めちゃめちゃ、だからドラフトじゃなくて忖度1位ですよ。忖度1位ですよね面白いですね。もう面白いですね。加計さんのこれ好きなんですよね私めちゃめちゃ上げたんですよ。上がんない、上がらないよね。勝手に勝手に続いていきましょう、はい、ロケッツさんありがとうございます、はい。加計さんが苦手意識を抱いていたピッチャーはいましたか。これはもうキザな言い方させてもらうんだけど、あのいません、ね、いやいや思った時代で負けると思うのが嫌だから。あ、だから10の0であっても、はい、苦手だと思いたくない自分がいるの。じゃあ相性が悪かった。相性が悪い、はい、あでもね、梶間さんなんて最初嫌だったんだけど打てるようになったしね。僕も最初ダメだったんですよ。ダメだろう。でも打席を下げたんですよ。あ、カーブ見るために。いや下げたらどうなるんだろう。ああ、でやってみたわけ。そしたら左ピッチャーって腰狙ってくる。狙ってくる、狙ってくる。普段真ん中にボールが集まるようになる。ああ、なるほど。それで上げていくかもですよ。ああ。いや、俺はもうカーブを一本で勝負で狙ってたから、それから打てるようになった。ああ。安田さんはよく打てたんだよね。だ左だと嫌だったのは広島の大野かな。同い年なんですけど、シュートボールがある左ピッチャーって嫌だよな。ここに来るから。あ、怖いですね。で昔はね、はい、あの今じゃ考えられないと思うんだけど、はい、頭に行けっていうのは聞こえるの。いや本当に聞こえる。いや本当だよ。ベンチから聞こえる。相手ベンチからです。頭にガンガンっていう。ドタマ行ったらええって監督が、コーチが。いやもう選手みんなで。みんながですか。それでまたキャッチャーの達川が、はい、まあ、達川ものなんて同い年なんだけど、はい、たっちゃんがね、かけ申し訳ない、ひっくり返るまでインコース行くよって言われてなんだ立つって言ったらさ、監督に怒られるんだよって。本当にひっくり返るまで来るから。それから外のスライダー。でも当てに行ってるわけじゃない。当てに行ってるわけじゃない。ここら辺胸元を厳しく攻めるというか、うん、じゃないと外のボールが遠くならないので。でもそれに我慢できるかどうかっていうのが左左の勝負だよね。だから掛布さんは多分4番打ってたから、はい、多分ここ厳しかったと思う。豊か13分はい、どうも。ちょっと待っていいですか。そうです、13分。俺いいんですよ、余計なことが俺が仕切ってどうするんだよいや、それでシュートは少なかったんだよ、うん、で、大野さんのスライダーってほとんどボールになる。そうなんだよな。そうだから振らなかったらいい、うん、でも真っすぐ1本外回っとけば、そう、真ん中と外の間ぐらいの雰囲気だな。そしたら打てたの。で一回締めた方がいいんじゃないですか。いや質問がまだ続くんで。あ、そうですか。じゃあどうぞ。次の回にします。次の回にしましょう。もう14分いっちゃいました。わかりました。どうもありがとうございました。